カラオケだったりとか、ボーリングとか、買い物したりとか、ね、ちなみにカラオケの曲を聴いてもサザンオールスターズだったの改めて指名していただきましたっていう話をさせていただいて、本当に、まあ、昔から、まあ、小さい時からずっと憧れてた球団なんで、本当に、まあ、入っても頑張りたいっていう思いです。そうですね、やっぱりこの大きい体っていうのがあるんで、やっぱりフルスイングっていうか、その力強さっていうところで、まあ、見てもらいたいです。